道なりに街を抜けたところにあるんです。 パルセート名物のリンゴ園ですありがとうエスカおかげで町についてもいろいろ分かったよいえいえどういたしましてまだ分からないことがあったら何でも聞いてくださいね随分立派な木だなこれもリンゴの木なのか この辺りで一番古い木らしいですよ。私の家が管理しているのはこの辺りなんです。やあ、エスカ。何してるんだいあれお兄ちゃんこそ、どうしてこんなところにいるの整備班のお仕事は ここの風車の調子が悪いって聞いてね、壊れている部分を点検しに来たんだよ。あれ、君は確か。はじめまして、ロジーです。今日から開発さんに配属になりました。よろしくお願いします。ああ、中央から来た新人さんか。話はマリオンさんから聞いてるよ。俺はアウィン。エスカとはいとこ同士なんだ。いとこ じゃあ、本当のお兄さんじゃないんですかでも、昔からお兄ちゃんって呼んでるんです。気球の整備士で、気球のことなら何でもしてるんですよ。なるほど。整備士の方でしたか。<laughs> よろしくお願いします。はは、そんなに緊張しないで大丈夫さ。それと、呼び捨てで頼めるかな。歳も近いのに、なんだか距離があるみたいで嫌だしね。 そうか。じゃあ、遠慮なく。その、よろしくな、アミあこちらこそ。わからないことがあったら、遠慮なく俺に聞いてくれよ。お、お兄ちゃん、打ち解けるの早いな。はは、これから一緒に仕事する仲間なんだし、いつまでも他人行儀じゃやりにくいじゃないか。もう。 それはそうだけど、ちょっと悔しいかも。そうかいエスカらしくないな。そんな状態でこれから始まる新人研修がちゃんとできるかな新人研修特に聞いてなかったけど、そんなのがあるのか。ああ、別に難しいものじゃないんだけどね。仕事の流れを教えるようにマリオンさんに頼まれたんだ。というわけで、 今日から俺が二人の指導係さ、よろしくね。気球の整備士なのに、風車の修理も指導係もやるのか、大変だな。整備班って言っても、俺はいろんな仕事を兼任してるんだよ。要は、なんでも屋なんだよね。それで、私たちはどんなことをやったらいいのそれなんだけど、ちょっとクローネさんを探すのを手伝ってもらえないかな。 風車の件でいくつか確認したいんだけど、いつの間にかいなくなっちゃってさ。クローネさんえっと、支部の役人かクローネは、リンゴ園の管理人なんです。私の大事な人ですし、ロジーさんにも紹介しますよ。でも、人探しが新人研修なのよくわからないけど。ああ、ごめんごめん。新人研修とは違うんだけど、 新人研修を始めるために必要というか。とにかく、詳しいことはマリオンさんが教えてくれるよ。まずは、クローネさんを探そうか。うん、わかったよ。クローネがリンゴ園を離れるなんてあんまりないはずだけど。ひら、 ここが広場だったな俺は発着場の方を探してくれよついでにうちの班長に報告してくるねじゃあクローネが見つかったら発着場に行くように言っておくねああよろしくねしかしこの町って辺境地域にしては発着場もあるし大きな町だよな 気球の中継地にもなってますからね。行商人さんが荷物を下ろしたりするから、この辺りが発展してるんですよ。なるほどな。それで、クローネさん、だっけどんな人なんだえっと、そうですね。なんというか、人間離れした感じです。意味がわからないんだけど、ど、どういうことだ

俺も負けてられねえなあ。んそっちにいるのはあ、はじめまして、ロジーです。今日から支部で働くことになりました。へえ、そうかい。俺は、そこで酒場をやってる、デュークってんだ。よく見たら、なかなかの面構えだな。俺も昔は、ちょうどおめえさんみてえな。 女の子にモテモテのいい男だったぜ。剣を片手に巨大な竜をバッタバッタと切り倒し、よく冒険をしたもんだよ。あ、あ、はあ、そうだったんですか。と、<laughs> われわれああ。もしかしてお邪魔だったかいお邪魔だなんてそんなことないですよ。リュークさんはこれから開店ですかおう、そんなところだ。それより、 なんでこんなところで立ち往生してるんだそうそうクローネを見ませんでしたか今探してるところなんです。クローネさんいや、見てねえな。急ぎの用事かそこまででもないと思うんですけど、心当たりとかはありませんかああ。リンゴ園にいないとなると、発着場にリンゴをおろしに行ったのかもしれねえな。なるほど。確かに、 買い物とは限りませんよね。ま、根拠はねえんだけどよ。早く見つかるといいな。はい。ありがとうございました、リュークさん。おう。なんか忙しそうだけど、落ち着いたらうちに遊びに来な。役人になったお祝いにサービスしてやるよ。わかりました。ぜひ寄らせてください。 そのクローネさんが発着場に行ったのならもうアビンと会ってるかもしれないなそうですね見に行きましょうか おおエスカちゃんが役人にねまだまだ子供だと思っていたもんだが月日が経つのは早いもんだなそうですね俺もようやく一人前として扱われるようになったばかりなのになこんにちは平ジマン班長ほほ、うをすれば今日から役人だってなエスカちゃん 迷惑をおかけすることもあるかと思いますけどよろしくお願いします紹介するよこの人が平島班長この町で一番の整備士さロジーです開発班に配属されましたよろしくお願いしますおおエスカちゃんと同期のやつか若い犬が増えると活気が出ていいもんだお前も俺んとこに来ないか未経験者でも立派な整備士に鍛えてやるぜ 俺がですかすみません。そういうのはちょっと。班長、勝手にマリオンさんの班の人を引き抜いたら怒られますよ。ああ、あの人手不足の嬢ちゃんの班か。そりゃ手を出したら後が怖えな。も、冗談は置いておいて。よろしくな、百科ども。はい、こちらこそ。あの、 どうしてこんなに立派な発着場がこの町にあるんでしょう行商の要の町であることは聞きましたけどそれにしたってかなり整備されていますよねそれはね未踏遺跡があるからだよ未踏遺跡そういえば資料にやたら大きく載ってたな一体何なんだ町から少し離れた空に浮かんでいる遺跡があってそれが昔から未踏遺跡って呼ばれているんです もともとここはその遺跡を調査するための気球発着場をしっかり整備しようとして発展していったんですよ空に浮かぶ遺跡は存在が確認されているけど未踏ってどういうことだ気球ではいけないのかいやそれが無理なんだよそのあたりの空はすごく気流が乱れていて近づくことが難しいんだそれに瓦礫も浮いててなうっかりそこに入ったら 気球がバラバラになっちまうんだ。なるほど。それでたどり着いた人がいないと。そんな遺跡初めて聞きましたよ。ですよね。私、その未戸遺跡に行くのが小さい頃からの夢なんです。ずーっと前から誰もたどり着いたことがないなんて、なんだかワクワクしませんか <laughs> それはそうだけど、気球で行けないなら難しいかもしれないな。 そ、そうですか。何言ってやがるんだよ。未戸遺跡への到達は、コルセイ都支部の長年の悲願だぜ。そうそう。ロジーもここの役人になった以上、このことは覚えておかないとね。そ、そうなのか。悪い、覚えておくよ。ま、たどり着けねえ以上、夢物語には違いねえけどな。さて。 まだお前らにも仕事があるんだろこれから頑張れよところで二人が来たってことはクローネさんが見つかったのかいううん、うん、もしかして発着場にいるかもって聞いたんだけどやっぱりいないよねすれ違ったとも思えないなひょっとして シブに行ってるんじゃないかクローネがシブにですかうん一応そっちにも行ってみましょうかそうだねマリオンさんにも報告があるし俺も一緒にシブに戻るよ 用事がありますしリュークさんにはまた後で挨拶しますあそれもそうだな